さあ高橋亮吾、5月にワンで復帰戦を行いました。今回実況席解説の青木選手、はい、まあ、高橋亮吾選手は、はい、階級いわゆる一つ上ぐらいの体重で戦ったことになりますよね、今回のシュートの戦いから見ると。ただですね、はい、ハイドレーションチェックがあるので、実質はこの水抜きができないっていうだけで、計量システム自体が違うので、はい、上の階級とは言えないですね。言えないです、はい、多分ご存知ないと思うんですけど、はい、ハイドレーションチェックっていうのがありまして、尿検査があるんですよね。時間をかけて、時間というか尿の比重をチェックするんです。はい、まあ、方式が、まあ、シュート、まあ、主な MMA とは違うという、そうですね、オリジナルの方式、はい、ただ2ヶ月前に試合をして、まあ、そんな中で全く問題がなく戦ったというふうに映っていましたから、はい、この試合も、まあ、本人としては全く意に介さない状況ではあるかと思います。復帰というか怪我で休んでた時期が多いので、やりたい気持ちが強いんだと思います、はい、そして高橋選手というとカーフキックのイメージが皆さん強いと思うんですけど、はい、彼がツイッターでいいことを言っていて、一番の基本はレスリングだって言ってるんですよね。なるほど。それはやっぱりこう MMA の基本はカーフキックの表層であって、一番大切な本質はレスリングだっていうのを言っていて、すごくこう賢い人だと思うんですよね。クレイジービーのとかあそこら辺周りのセコンドワークでいい声聞きますし、実はこの賢者ですよね。この選手、そういう意味では戦い方を もちろん知っていて実践できている、そんな選手。そうですね、やっぱ一戦一戦やっぱ強くなってますよね、はい、まあ、その蹴りの武器もありますけど、やっぱその青木選手みたいにレスリング、まあ、弟さんでしたっけ、レスリング その強い人、ね、と一緒にしっかりこうレスリングをやってる、はい、トレーニング取り組んでるっていうのもすごくそのやっぱり自分の、まあ、弱いところっていうんじゃないですけど、強さをまたこう上げるためにやってるっていうのは素晴らしいと思いますよ、ね。さあコメンテーター高橋さん、はい、一方の高橋貴教、はい、艦隊のランキング8位にいますが、そうですね、調子いいですもんね、はい、これはもう上を食うつもりで、そうですね、まあ、本人もタイトルマッチの気持ちなんだというふうに言いましたから、もちろん研究してきてるでしょうしね、はい、チームで研究をして戦い方を作ってきたと、はい、カーフキックって今この使う選手多いんですけど、はい、そもそも MMA は蹴りをカットしない選手が多いんですよ、うん、ミドルを蹴らせたり手で受けたりとか棒をカットしない選手が多いんで、カットしないんだったらすねの下を蹴っちゃうよっていう考えです。逆に言うとカットしたら蹴った方が痛いです。そうですよね、はい、この高橋亮吾のワンでの直近の試合も相手選手でも痛んだような感じありましたからね。そうですね、スネとスネが当たって折れましたよね。その後パウンドアウトして、蹴る方も怖いんですよ。あ、まあ、カットありましたね。さあ足をカットのか聞いたか、どうだ、立っていきました高橋貴教。なのであと高橋選手の立ち位置が、はい、高橋貴教選手に対して外ですよね。高橋貴教選手から見て左外にいるんですよ、うん、なんでふくらはぎを蹴られやすいですよね、外から。あ、でボクシングベースの選手が多いんで前の足が内側に入ってるんですよ、はい、なんで外側から蹴られるとふくらはぎの筋肉を蹴られてしまうんでダメージが大きいっていうことです。高橋貴教の左足を狙われていく、そう、左足の外側ですね、はい、狙われていく。このカーフキックで反応するんでパンチが入りやすくなるというか、そういう意味では宇野選手は、まあ、下と上って言われますけれども理にかなってるわけですよね、戦い方としては。そうですね、ただ高橋貴教選手もうまくこのなんか、ね、カットをするようなやっぱ仕草、はい、まあ、してるというか、なんかこのやっぱ高橋選手、亮吾選手相手にすると結構打撃で下がっちゃう、うん、プレッシャーで下がっちゃうところなんですけど、こうあまり下がらないで向かい行ってるっていうのは素晴らしいですね、はい、そこは距離をしっかり考えている、作戦を持っているということですね。そうですね。第1ラウンド、残りはすでにもう1分を切りました。あー、ぴったり。一瞬、状態が落ちかけました、高典。力の差がありますね。高橋選手はアップで組んでるカードだと思いますから、力の差があるのは仕方がないんですけど、ちょっとこのままだとやられるだけになってしまうので、もうちょっと打開する策を自分から攻撃をかけていきたいですね、高橋貴教選手。アウトローを蹴った、
入ってくる。ただじゃあ組めばいいじゃないか、高橋で高橋選手組めばいいじゃないかってなると思うんですけど、そこで高橋亮吾選手がちゃんとレスリングができて切れるんですよね。なのでこう自陣に追いやっていく作戦が出る。右第1ラウンド時間はほとんどありませんが、ここでホーンが鳴りました。久保選手、はい、やっぱり強いですね。強いですね。やっぱ足効いてきた、効いてますね。あとパンチですよね。結構、はい、高橋選手、亮吾選手、蹴りもそうです。パンチやっぱ強いですね。左右のフック、これですね。左ですね。これは奥選手、やっぱり下を蹴っておいて上の、まあ、左のパンチがこの画面で当たってますが、もう下に蹴っておいてというか、下にもう穴が開いてるんでダメージが、はい、そこにもう反応しますよね。もう極端な足、このリアクション型を動かすだけで反応すると思います。はい、なんで次は下から上で倒すんじゃないかなっていうのが僕の予想です。さあというコメンテーター田原さん、はい、解説出てますけど、いやなんかそのレスリングベースがあるからっていうのはすごくそうなんだなって思いますね。だから効くんだなみたいな。みんなこう本質を見失うというか、じゃあ誰が評価されるか打撃をやろうっていうのがこの割と表層で見る人間なんですけど、ちゃんとこの本質を見てますよね彼は。フェイント、そうですね。第2ラウンドに入っていますが、肩を動かすだけフェイントからでも下高野に反応しています。さあ距離、これは高橋亮吾のプレッシャーの中、左からワンツー蹴りを出しますが、そうですね、高橋高野選手は左ミドル左のジャブで長い距離で戦いたいんですけど、距離がもう近いですよね。もともとこのミドル蹴れたり長い距離で戦える選手はないと思うので、はい、相性的にこのカーフキックもパンチもカットできないですよね。もうこれは相性の問題ですね。高橋亮吾が前がかり、かなり近い位置です。第2ラウンド、ワン、ツー、スリー、シュートは1年9ヶ月ぶり、高橋亮吾。ワン、ツーから落下、左が効いています。左足、さあ気持ちが高橋高則どうなっている。カーフキックもタイミングを盗んでる感じありますよね。タイミングも盗めてるので立ち位置もいいですし、もうちょっと高橋高則選手はカットできないんじゃないかなと思います。効いた効いた効いてます、効いてます。ちょっと足に来ている、てかこれは足が効いてます。タオル投げてあげればいい。左足がもう踏ん張りが効きません。タックルに行きますが、いやこれはやっぱり今のレフリーが止めるのも分かるんですけど、コーナーですよね。コーナーが仕事しないと。タオルは投げられていないようですね。タオルを投げないとコーナーが仕事しないと。これはレフリーストップ、レフリーストップ TKO です。第2ラウンド、レフリーストップのテクニカルナックアウトで高橋亮が1年9ヶ月ぶりのシュート復戦、勝利をつかみました。お久しぶりです。去年病気に怪我にいろいろあったんですけど、いろんな人の手助けでここまでモチベーションを枯らすことなく一生懸命頑張ってやってこれました。
自分が調子悪い時に手助けしてくれたり近くにいてくれた人にはありがとうとか感謝とかそんなチャチな一言じゃ足りないし伝えきれないです。格闘技も人生もいいことも悪いこともいろいろあってそういうの全部フルコースで味わって自分が人として男として自分の魂のランクが一つでも二つでも上のステージに行けばいいと思うしそういうのトータルで自分の心の修行なんで今のこの気持ちを持ってこれからも格闘技も人生やっていくと思ったら去年も悪くはなかったかなって思います。次は1の日本大会出たいんでまたアンディ社長お願いします。まあちょっと折れそうになったりまあいろいろあったんですけどまあ一山越えたかなってもう結局最後ここなんでそんな感じでありがとうございました。さあコメントの高田さん、はい、まあ、高橋亮選手に今一度大きな拍手をお願いします。今考えている選手、はい、だからこうしたら買わせるんじゃないですかねっていろいろ聞こうかなと思ったらなるほどそういうことかと、はい、まあ、本人の口からも明確に次の戦いという言葉が出ましたけれども、まあ、ただシュートのフェザー級で見ても宇野選手、はい、この高橋亮が戻ってきてこのまま継続参戦になるかどうかちょっと分かりませんけれどもまた大きな山派というか大きな勢力が2分13秒。そうですね、やっぱねチャンピオンシップの欲しいところまで、ね、行ったんですけどね、そこまでできなかった病気と、まあ、怪我ということでしたからね。簡単に一昨年初防衛ですから、まあ、次はやっぱり世界戦というのは見えてかと思うんですがそんな中病気怪我がありました。しかしシュートに戻って高橋亮が2ラウンドテクニカルナックアウトの嬉しい勝利を掴んでいます。